小倉百人一首を使って札を取り合う競技かるた。映画化もされた少女漫画ちはやふるが火付け役となり、小中学生や高校生を中心に愛好者が急増。一年中全国各地でかるた大会が開かれています。小田原市民の皆さんの活動を紹介する市民力、120回目となる今回は、今年3月3日に小田原市民会館を会場に小田原城下町かるた選手権大会を主催した小田原かささぎ会をご紹介します。高度な瞬発力、記憶力、そして精神力が必要とされることから、スポーツとして取り組まれ、札を払う時の激しさや想像以上に体力も求められることなどから、畳の上の格闘技とも形容される競技かるた。こちら小田原市城山の八つ公民館では、毎週土曜日小田原かささぎ会のかるた教室が開かれ、毎回多くの方が参加しています。設立は平成8年、加藤智恵さんという小田原市議会員、女性の初の市議会員が立ち上げた会と聞いております。ですので22年目になります。小田原にカルタを広めたいというその思いから、加藤先生がカルタにあるかささぎという札があるんですけど、そのかささぎ会と名付けたというふうに聞いております。現在会員は20人から30名程度、主に小中高生が多いです。大人の年配の方、シニア層は 4,5 人程度です。設立した時はシニア層が 15,6 人、20人近くおって、子供は全然いなかったんですけれども、今はもうその正反対となっております。一つとして漫画のちはやふる映画にもなったんですけども、それがきっかけで結構ブームになっております。中には静岡県や平塚市、茅ヶ崎市などから通ってくる会員もいるという小田原かささぎ会。3月3日には長年の念願だったかるた大会を主催したほか、県大会に積極的に出場、有段者も多く在籍しています。通常の全国大会、全日本かるた協会という団体があるんですが、そこの、公認の大会で勝ち上がるというのが昇級昇段のルールになってまして、ある程度の実力がないとなかなか上に上がれないという、そういう昇段のルールがあります。 A 級からその E 級まで ABCD ってあるんですけど、そこで上のチーム、だんだん勝ち抜けていくと上の級に上がっていくんですね。例えばその D 級でベスト4に入ると C 級に上がれる、 C 級にベスト4になると B 級に上がれると、とにかく戦ったそのグループでベスト4あるいはそれ以上ならないと上の級に上がれないというのがあるので、年齢とか性別とか関係なくしてやるので、小学生とか大学生が当たることもありますし、そういった意味で年齢関係なくですね、楽しめると、ある意味ちっちゃい子にも勝つチャンスもあるし、逆に厳しさもあるので、そういった面でメンタルだとかそういったところが養われるのかなというふうに思ってます。100分の1秒のレベルで札を取り合う競技かるた。上の句が読み上げられた瞬間に下の句が書かれた札を取ることを競い合います。暗記時間を含めると1試合1時間を超える戦いとなるため、礼儀作法を学びながら集中力も養うことができます。ルールはまず100人種なんで100枚の札を使うんですけれども、100枚のうちまず50枚を分けて1人25枚ずつ取ります。で、残りの50枚は読まれはするんですけど取ることができないので箱にしまっておきます。読まれはするんですけど触ってしまうとお手つきというふうな形になっておりまして、で25対25で競技を進めていくわけなんですけども、そこでどん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 札を多く取った方ではなくて札を早く減らした方が勝ちというふうなルールです。ですのでいっぱい取ってもお手つきたくさんしてしまうと札は増えてしまいますし、相手のところ取らないと自分のところから1枚送ることができないのでなかなか減らないというふうな状況です。要は減らし合いのゲームだと思ってもらえればと思います。毎週午後1時から5時ごろまで3試合の実戦で腕を磨いている小田原かささぎ会の皆さんに、
入会のきっかけやカルタの魅力などについて伺いました。きっかけはお姉ちゃんとかお兄ちゃんが始めていたので私も入ってみたいなと思ったからです。と入ってみてすごく楽しくて一回やったらやめられなくなっちゃう感じでした。早く取れると嬉しいし自分が好きな札と思っててこの札がすごく早く取れるとすごく楽しくて楽しいです。自分の行ってる中学にカルタ部があって自分も入ってるんですけどその流れで近くにあったのでここに入りました。私はめっちゃカルタが好きだからいっぱい大会とか出れて昇級とかできたり払って取るのとかが楽しいです。自分の陣の右下段が自分は得意なのでそこに自分の取りたい札とか並べてます。僕は漫画見て、はい、いいなと思って始めました。好きな札とかは自分の近くの方に置いといて、まあ、嫌いなのは遠くの方にって感じです。初めはなんか私の入ってたところより賑やかでなんか大人数です楽しそうだなって思っててまたなんかもうこの頃になってどん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 枯れたブームになってきて人が増えて賑わって楽しいです。いろんな年の人でも誰でも関係なく男女でできることが魅力だと思います。自分の得意な札とかをあの下段とかに置いてすぐに取れるようにしてます。入るきっかけは C 級の子がすごい速くてかっこよかったからそれがきっかけです。結構難しいです。どんなところが？やっぱり昔の字とかが入ってるところです。大変雰囲気が良くてあの僕も来るのが楽しみです。自分がやらなくてもねあのみんながあのせっせとやるのでとてもあのもう1週間1回この日が楽しみで来てます。これだけが楽しみで生きているようなもんです。すごく進歩してますね。あのみんなが我々はそのただ下の句読み出してそれから探して取るなんていうのんびりしたのただのカルタ取りをやったんですけども大会なんか行って刺激されてね決まり字でパッパッと取ると娘ふさふせなんてのは無って言った途端にもう筆は飛んでっちゃうっていうそういうねところにあの魅力があるんですよね。やっぱりね全ての神経を研ぎ澄ませ札を取り合う競技カルタの世界を一人でも多くの方に知ってもらいたいと活動している小田原かささぎ会では随時会員を募集しています。活動日は毎週土曜日午後1時から小田原城山の八つ公民館でカルタ教室を開催しています。そうですね、あのぜひあの見学からでもあのお待ちしておりますのであのいつでもやってますんでぜひ声をかけていただければ嬉しいなと思います。3月の21日に神奈川県の団体戦がありましてこれあの県立の武道館でですね5対5の大会がありまして、まあ、こちらの会からも団体戦で出るというようなことで、まあ、これがちょっと団体戦の練習もですね入りますので結構その声掛けとか、まあ、リアルな戦いが練習がですね風景見られるのかなというふうに思ってます。カルタに熱中する少年少女の精神を描き映画化もされた漫画ちはやふるなどの影響で人気が高まっている競技カルタ仲間と一緒に成長することができるのも競技カルタの魅力の一つです。競技カルタの楽しさに触れてみてはいかがでしょうか。